皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は龍が如く8のファミ通紹介をしていきたいと思います。街を歩けば素材に当たる、歩き回ってパーティーを強化しましょう。ハワイのあちこちにある大きなゴミ箱は要チェックです。海藻海外っぽさが漂う巨大なゴミ箱は見つけたら近寄ってみましょう。ゴミの中にいいアイテムがあることもあるかもしれません。海を泳ぐ時にもアイテムを拾えるチャンスがあります。黄色く光ったサークルを見つけたらその近くまで泳いでみましょう。そこに素材があるかもしれません。いいアイテムが入っていそうな金庫、目立たないように置かれた金色の金庫は鍵で開けれればいいアイテムをゲットできそうな気配です。街中に落ちているおみくじは神社にいるカムロップに届けるとポイントに交換してくれます。そのポイントを集めれば役立つアイテムと交換できます。南国リゾートでおなじみのヤシの木を見つけたら木を揺すってみましょう。するとアイテムが落ちてくることがあります。ヤシの木からパイナップルが落ちてくるのは妙ですが、細かいことは気にしないでおきましょう。釣れるのは魚だけではありません。水辺に行けば釣り竿を借りて釣りを楽しめます。魚や海藻以外にも釣れるものはいろいろとありそうです。広大なハワイを快適に移動します。春日たちが使える乗り物とは、電動移動マシーン OKA サーファー。ダッシュよりもさらにスピーディーな移動が可能で今時のモビリティです。乗り降りも瞬時にできるので楽です。充電スポットでしっかり充電します。 OKA サーファーは充電式です。電池が切れると無用の長物なので充電はこまめにしましょう。カスタムも可能です。ボディとホイールの見た目は自由に変更できます。かっこいいパーツを見つけてこなければなりません。トロリーバス、街中を周回しているバスで乗り場から乗り降り可能です。仲間と会話を楽しみながらのんびり移動できます。トロイリバスで楽しめる遊びもあります。プレイスポットとしての機能もしています。ここで遊べるミニゲームは不審者スナップです。トロイリバス に乗りながら周囲を観察して不審者を見つけたら写真を撮れば OK というシンプルな遊びです。不審者スナップを遊ぶことで得られたポイントはアイテムと交換できます。というわけで今回はこの辺で、龍が如く8のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。